やばい。あんこの汁ぶちまけちまった。ギャン。超かわいい。あ、充電がなかった。あ、表彰状ありがとうございます。皆さん表彰状ください。めいちゃんおはよう。あ、ありがとう。昨日もいたね。ありがとうね、ハート。顔がむくんでる。今日本当はペヤングやりたかったんだけど、ちょっと体調悪いから、ダメ。やべえ、また垂れてる。あんこ汁が、半額。酒飲みすぎて、いや昨日2缶しか飲んでないんだよ。そんな酔ってないし、昨日リスワン行けたの。え、まだ来てないからさ、わかんないけど、ありがとうございます。表彰状、なんか前泣いた後の顔してない？泣いた後の顔してない？まゆちゃん解除ありがとう。ありがとうございます。あー、特命さん、そう、ブロック解除しました。あの前になんか多分誤爆かな、誤爆ディスをすかさずブロックして和解しました、匿名さんと。ありがとうございます。ボーナスタイムだ。泣いてたの、実は一人で泣いてた。ゆめきって誰？なんかゆめきってあの奈々ちゃんの家にいるなんか天狗シルバーおじさんそのなんかいろんな人にヘイト向けてて、たかだか閲覧300-200のやつがこっち閲覧3-4000だぞみたいな、駒井くんと言ってて、なんか喧嘩してて、天狗シルバーおじさん、いや、やばいってあれば、あの、さすがにでしょ。だって、さすがに、ななちゃんのさ、ななちゃんがまゆちゃん怒ってたよって、なんかスルーしてたよ、だからそれ。天狗、シルバーおじさん。本当だったらラジオにしたいんだけど、顔。てか、もうそろそろかな。眉毛染めていいかな。眉毛染めていい？よいしょ。ななちゃんもなんであんな男がいいんだろうね。ありがとうございます。今月ナイスやると思ってた。整形失敗って言われてた。え、私あそこてかさ、私別にあのやらかしてもああいうタイプじゃなくない？勘違い。そう、眉毛月に2回やるから、もう茶色いけど、よく見るとなんかね、たまに黒い毛があって、いや、あんな男自分の過去もつうか、なんかそのコラボするんだったらってことだよね。え、眉太や一人で泣いてたの慰めてくれよ。ありがとう。おでこラインマジでいいな。やだよ。マジか。眉毛アート一生消えない勢いだね。え、だってこれ5年前だもんね。あ、ちなみに、これもいいよ。あの、おでこの、アートラインもいいよ。ヘアアート。あの、眉も実はね、アートしてるんだ。あの、生え際アート。日本でやったら高いから韓国で やりなよ。おはよう。韓国でも日本でもやったことあるよ、眉アート。韓国うまいよね。こっから40分かな。 ありがとうございます。
手洗うわ。なんかさ、相談したいことがあって、相談したいことがわかる？前の泣いてたの。あ、てかなんかあの洗濯物さ、今年あの最近雨急に降るじゃん。何回も何回も あの服濡れては洗っての繰り返して、これ今今日やったらまあ4回目なんだけど、もうバスタオルも全部ないし、だから今服で拭いてんだけど、あのちょっと雨に濡れたバスタオルとかって使っちゃダメかな。もうちょっと挫折してきた、もう4回だし、このくえてかもう濡れちゃったんだけど、今日小雨だったっぽくない？東京昼間の1時。いや、てかもう洗っちゃったから、もう小雨ちょっとついてるけど、降ってたよね。で、私寝てたから知らなくて、ダメかな。もう洗い直しも4回してるんだよね。あ、そう、じゃあ洗うか。やばいな、バスタオルないの。そうだね、顔に触れるしね。でシーツも洗っちゃったし、少しなら。いや、わかんない、今日ってどうだったの？いや、今日雨予報じゃなかったよね。あ、やばいやばい。ねえねえ、40分でさ撮るって言ったじゃん。私何分に眉毛染めたっけ？何分で眉毛染めたっけ？は誰も知らないの？こんなにいて35分か。35分、うん、だから40分だから。鍋も食った？ありがとうメダル。いや、これからです。5時40分だから、40分後って何分？35分で40分後って何分なの？25分。5時25分かな。10分ぐらい違う、40分だから。なんで私40分でいいかっていうと、5時15分か。あの眉アートしてるから、土台は染まってるから、そんな置いてもいいの。しかもこれ敏感肌用だし。今日顔じゃ泣いてた、今日配信会で。違う、泣いてたんだって。ただあの毛が薄くてアートしてない人とかは、まあ、20分とか15分から20分とかであの終わった方がいいね。なんで例の件って何？ああ、みんなが想像してるなんか恋して辛いとかそういうのじゃないよ。なんか人と人の話だよね。人間とはみたいな。なんか人とのなんか付き合いとか、なんかなんつうの、そう、人間とは。なんか私はなんかこう向き合ってきたつもりだし、なんかなんだろうな、真面目に自分の気持ちはこうだったけど、相手はそう思ってなかった時、何を言ってもなんか否定されるとか、なんかすごいショック。なんか自分がこう相手にさ、なんか私ってあの仲よ、この子はもう友達とか、もうこの子はもう仲良くって思ったら、あのずっと付き合っていこうって思う精神なわけだけど、なんか相手はそう思ってなかった時にすごいショックっていうか、なんか傷ついちゃって。でなんかその例えば私のことをなんかこうじゃ信用してなかったとしても、してなんかあ、なんかそういう風に思われてたんだってこともショックっていうか。そうなんだよね、私ニートじゃん。ニートだからこういうこと泣く暇とかあるんだよね、考えちゃうんだよね。で普通仕事してる人ってこんなことでやまないんだよね。そう、暇なのはわかるんだけど、そうだからアホなりに考えちゃうの。でもあの考えないようにしないとなって思っても暇だから考えちゃうんですよ。ありがとうございます。まゆちゃん応援してるからね。ありがとう。
ゃん。のーちゃんナイス、ありがとう。やったー、高額アイテム、ありがとうございます。ありがとうね。皆さんこういう時パチコメとかすごい嬉しいんですよね。テロップにも書いたんですけど、ありがとうね、ありがとうございます。パチコメナイス、表彰状も皆さんお願いしますね。今日本当はねこれを やりたかったんだけど、ちょっと体調が悪いから、体調悪い時に食べてもさ、いや別に やめるってわけじゃないから、具合悪いんだよね。まいちゃんのこと最近知って、ゆめきまゆのこと整形失敗だって。 いいんだよ、私本人通報しても別に、別にいいんだけど。なんかさ、なんで私がこんだけなんかこうイラってするのが、なんかあのなんか養分とかさ、まあ、誠治さんとかさ言われるのは別にいいんだけど、なんかお前誰ってやつにさ、なんか上からなんか誰って人にさ言われるのすごい嫌じゃない？私知らないんだよその人のこと。え、あなた誰ですかっていう話なんだよね。そうそうなの。え、ってか存在してたのっていうレベルぐらいで知らないんだよね。イベント頑張って10個ナイス、ありがとうございます。あー、 C さんありがとう、ありがとうございます。10個のあげ、よかったら倍チャレンジをしてください。ありがとう。私見てないんだけどね、その時の映像は。イケメンではあるけどね、なんで気に入ってんだろうね。なんであんな人にナイスを協力すんの。なんかこれからなんかナイス頑張って走り切るから、みんな俺のこと見ててみたいなさ、いやお前のこと見てないしみたいな、ナナちゃんいるから見てるだけだしっていう、なんか好きになれない。たかが クマレベルでしゃしゃりやがってよとか、バーガーで金返してやるよとかね。金返してやるわ、たかだかバーガーでしゃしゃりやがってってさ、こんな安いアイテムでってさ、それリスナー、バーガー投げてくれてるリスナーさんもいたの。どんな気持ちで投げてんだろうなって。貯金1万7000円。いや私あんな勘違いしないよね。金返してやろっかとか言わなくない？ゆめきオールナイトもついてくる。オールナイトって誰？小前くんにも相当、あ、なんか、なんだっけな、パチンコ別に一緒になんかやろうかなみたいなさ、小前くんとパチンコ、まあ行きたいと思ってるんだけどさみたいな、いや行かせてくださいなんじゃないの。なんであんな上から、いやなんかムカつきすぎちゃって、なんかあこいつが私のこと言ってるんだって思ったら、なんか見張らないと、もうなんかアンチ欲が出ちゃったから。好きです、ありがとう。 ありがとうございます。火薬さんですか？あ、火薬さんじゃなかった。あんなやつ昔一桁だってことは長いんだね。長いんですね。あ、4年なんだ。いやなんかなんつうんだろうね、謙虚にしたらつうか、謙虚にしなくてもあんな天狗になって奈々ちゃんの家さ深夜さ騒ぎまくってさ、やばいなこの人って、 見張らないとみたいな。ゆめきは個人は話マジでつまらない。私あん時しか見てないから、なんかずっと俺なんか誕生日楽しくやりてえからさ、みんな俺を応援してねみたいな、なんか それそういう話しかしなくなる。ちょっと似てんのかな、私もずっとループしちゃうじゃん。なんかちょっとなんか似てるとこあんのかな。
私も同じことばっか言っちゃうよね。あと1週間モンジョルノに居座る、ずうずうしい、ずうずうしいね。ありがとうございます。あ、ありがとう、可愛かったから。前も言ったれ、いやだってナナちゃん女興味ないから、女が来たらいやそれは迷惑みたいになるんじゃない。いや1週間以上いるかも。眉毛大丈夫、ありがとう。5時15分まで。クマありがとう。眉みたいな子は好きって言ってた。ナナちゃん、ナナちゃんみんな褒めるじゃん。でも私気づいちゃったんだよね、すごいナナちゃんに褒められて S クラスの女とかすごい嬉しかったんだけど、ナナちゃんってみんな褒めるよ、みんなに言ってるよ。それ後々気づいちゃったんだよね。クルちゃんのこと褒めてるよ。あのクルエミタロみたいな女苦手って、それ嘘だ、だってエミタロちゃん超可愛いって言ってたね。ベタ褒め、もうやだ、整形失敗したって。でクルちゃんは配信が面白いってナナちゃんが言ってた。でマユちゃんの配信は面白くないけど顔が可愛いって。あ、そうなんだ。あ、あざとくない女が好きなんだ。まあエミタロちゃんもあざとくないしね。私あざとくないからね。あざといって意味わかってる？いや、クルちゃんはあざとくないんだけど顔が可愛いから嫉妬されて、なんか顔がもうあざといって思われちゃってんじゃない？あざとくない、ありがとう。じゃあ私が仮にあざといことしてたとしたら、それネタでやってるよね。なんか生クリーム鼻についちゃったみたいな、なんかなんだろうな、昭和臭いことたまにしちゃうだけで、それガチでうわあざとって言ってる人は逆にやばいから。あざとい眉毛に生クリームつけちゃった、泣いた顔、泣いた。でもちょっとね、俺っち嫁があざとい、じゃあ俺から俺っちにちょっと転換したけど、じゃあオイラにしよう。なんで今日こんな褒められるんだろう、オイドンにして。え、私オイラって自分のこと呼んでた時期あったよ。自分のことオイラって言ってた時があったけど、あのなんかあの人いるじゃん、なんだっけ、あのそれあなたの主観ですよねっていう人、誰だっけ、それあなたの感情ですよねって人、なんだっけあの人、あ、ひろゆき、ひろゆきもオイラって言ってるから やめた。オイラは、あ、たけしもか、そう、あなたの感想ですよね、だ、あ、私そうだ、わしって呼んでる時もあった、自分のこと。でもなんか友達もわしって自分のこと言ってて、なんか聞いててキモいなって思って。そうだね、オイラーはよく言ってた、自分のこと。あ、わいは言わないけど、でも私最初はずっと自分のこと僕って言ってたの、小学校から中学生の頭ぐらい僕って言ってて、私僕っ子だったの実は。きつい。自分のこと僕って呼んでた。恥ずかしいよね。でもなんか途中でバカにされて僕って超恥ずかしいなって思って、そっから中2から私俺って言うようになったの。中2からずっと自分のこと俺って言ってて、でそっから飲み屋始めて俺って言えないじゃん。でも自分のことを私とか言いたくないの、だから自分のことをマユって呼んでた。マユって呼んでて、でまた夜やめて、また俺。ありがとう、表彰状、皆さん表彰状ください、お願いします。私の唯一の、あのこのカテゴリーって多分見てる配信者そんないないんじゃないかな。ありがとう、メダル3個ナイス、ありがとうね、クさん、ありがとう。あのこのカテゴリー、あのなんだろう、
有名な、なんていうの、あの閲覧数が多い人いないじゃん。だからあの私しか多分 いないと思うから、皆さん私にこのカテゴリーのアイテムをください。ありがとうございます。私しかいないっつうか、そうじゃなくて、あのほらゼロワンとかウイタンとかいないってこと。あーメダルありがとう。あはちゃん、あはちゃんこのイベント出てなかったっけ。ありがとうカラフルライト、あぶね、ありがとうございます。ゆめきの件本人通報して、そうだね。いやで、あのね、発言やっぱ奈々ちゃんといるだけでも、その 閲覧があってさ、 みんなの前で言われて気をつけてほしいよね。私が言うのもなんだけど、ちょっと今さっきミスったけどさ、発言に気をつけてくれないかな。ありがとう。テンストの彼女どう思います。えどう思う、かわいいね、ためだねみたいな。別に特になんだけど、なんで岩ちゃんってそんな叩かれてるのかな。でもなんで叩かれてるってやっぱみんなのテンストさんと付き合ってしまったからだろうね。でちょっと誠司さんもさ、なんかちょっとコメント雲行き怪しいじゃん。やっぱ彼女できてさ、もうさっさと一人になれよとかさ、あもう早いな。あそっか、可愛いから発狂してるってこと。テンストさんはさ、だからそうだね、ガチ恋が多いんだよ。子供より家に帰ってないからだよ。それはないでしょ、そのミツ様って人がってこと。あ、ミワさんか、ミワさんが。だって子供、だって家に帰ってこなかったら誰が面倒見るの。ご飯も食べてないってことになるよ。それってもう多分それはないと思うけど。あ、ユアさんか。いや私本当見てなくて、親が見てんの。あ、親と住んでて。え、じゃあその、あそっか、でも子供がいる。なんかツバニャもそうだったじゃん、配信者になるとみんなコステになっちゃうのかな。あ、だからもうあれじゃない、そのユアさんの親がもう母親なんじゃない。そう、まあそうなんだ。なんか叩かれる理由もじゃあきっと あるんだね。なんかなんだろうな、あの女性がなんか悪いパターンの時って絶対テンストさんもアンチ増えちゃうからどうなっちゃうんだろうね。で私結構予言者なんだけど、あの多分だけど私あの今年中に別れて、あの多分裏で復縁してやっていくんじゃないかな。でまたいつかバレるんだよ、あれそこテンストの車じゃねえとかさ、あれその椅子ってテンストの椅子だよなってまたバレてみたいな。でまた荒れてっていうのが私の予言かな。いや私じゃないよ、いや私やってないよねそんなこと。経験者かっていうか、だってあの絶対表沙汰にできないじゃん。そう、あの女の子に火があって付き合っていくってなるとやっぱ収入にも支障が出てしまうしさ。そうだよね、お前なんで私になるんですか。いやでもどうだろうね、だって私もなんかあの言われてたよ、なんか匂わせとかさ。あ私超びっくりしたのが、前に、あ私本当にやばいよ、なんかメイクのあのメイクしてる時にさ、こうやって見せるじゃん、あのこのリップ何番って言われて見せた時に01って書いてあるの。あこれ01番号ですって言ったら完全に匂わしたねみたいなとか、あとなんか韓国ラーメン好きじゃん、そしてあのあいつの戸籍韓国だから完全にこれも匂わせだよね、やめてもらっていいですかとか。しかもそれネタじゃなくてガチで切れてくるからね。
また韓国匂わせたみたいなさやばいよ。だからその匂わせってみんな言うけど、私それ01買っちゃダメでしょってさ、それも考えなきゃいけないのかな。 そんな全部考えてたらもう頭パンクしちゃうよね。で私あの再来週韓国行くけど別に匂わせじゃないからね。眉毛じゅ、あそうそう、眉毛やめたら鍋作るか。いや いるんだよね。で あんまりそれ言い返しちゃうとなんか本当のことだからムキになってるみたいな、もう終わりがないから、まあ、スルーするしかないんだけど、いや今だから言えるけどみたいな。ラーラ誰だ、ミーコかな。ありがとう表彰状。皆さんあのよかったらこのマユタヤ T シャツをファンタでプレゼント、しかも場に出たら色地もプレゼントしちゃうよ。よかったらイベファンタお願いします。かわいいよねこれ。あのなんていうの、あのシールみたいになってないやつだからね。シールみたいになってない、あのいいやつ、かわいいでしょ。ありがとう。でブラしてるから。まゆちゃん顔ふっくらむくんでるんだよ単純に。10倍ナイス。